マイナンバーに対する国民の皆様の信頼をしっかりと確保するためにスピード感を持って政府を挙げて総点検を進めていきたいと。マイナンバーカードをめぐってはマイナ保険証に別人の情報が登録されていたり、公金受取口座に本人のものではない口座が登録されるなどトラブルが相次いでいます。ただ政府は来年秋に健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化する方針を示していて、愛知県ではすでに7割の人がマイナンバーカードの交付を済ませています。熱田区役所を訪れると、今日も朝から多くの人がマイナンバーカードの交付を受けていました。大変お待たせいたしました。こちらマイナンバーカードになります。しかし今相次ぐトラブルを受けてマイナンバーカードを返納したいという問い合わせが増えているといいます。窓口だけじゃなく、電話でも非常に相談が多くて、特にご高齢の方からの相談が多くて、普段でも業務が結構忙しかったりするので、職員の業務を圧迫して、結果的に場合によっては他のお客さんを待たせてしまうことになるので。訪れた人に話を聞くと、やっぱり情報がね、みんなこう一括になるっていうのはちょっと抵抗がありますよね。必要に迫られたら作らないといけないかなという感じがしますけど、あれば本当に便利だと思うよ。だからそれをやっぱりスムーズに進めてほしいよね。